オーストロアジア語族の分布。黄色がムンダ語インド内のムンダ語派の分布ムンダ語派は、インド東部からバングラデシュにかけて900万人ほどのムンダ族の人々が用いている一群の言語である。モンクメール語派とともにアウストロアジア語族に属すとされている。詳しい起源は不明であるが、この地に在来の言語であろうとされている。サンタリ語とムンダリ語の話者が特に多い。 ムンダゴ派は、サンスクリットやドラビダ語族など、他のインドの言語にも影響を与えており、逆に他の言語からも強い影響を受けている。普通二つの語群、北部ムンダゴ群と南部ムンダゴ群に分けられる。人口的には、北部ムンダゴ群が圧倒的で、その中で、サンタリ語、ムンダリ語、ホロ語、コルク語、ソラ語の十二人口が多い。その他の言語は、 少数の隔絶されたグループが話し、研究途上のため、詳細は知られていない。ムンダゴ派の特徴には、三種の数、二種の名詞クラス、一人称複数の包括型と除外形の区別、時生を表す設置、または助動詞の使用、などがある。ありがとうございます。